暮らしの新章チェジュの石、チェジュ郡ハンギョンメンヨンス地区。島の果て、青々と光る海は島の周辺を囲む大きな垣根のようだ。波打つ海原を行き交いながら厳しい生活を余儀なくされてきた島の住民にとって、海は荒々しくうねる生活の場だった。海は人々にとって畏敬の対象であり、時には荒波に飲み込まれた漁師の墓場でもあった。そしてこのような恐ろしい海と戦い続けてきた日々こそチェジュ島の歴史なのだ。島の住民がこの日取れた魚の量を見てはあまりにも少ないと嘆いている。チェジュ島は昔から風が強く、土地も石が多くて農地として適さないため、女性たちも男性以上に働かなければならなかった。島の住民たちはチェジュ島の自然を例えて、絶え間なく働かなければ飢え死にしてしまうほど厳しい環境だと語り続けてきた。チェジュ島での農業は風や石との戦いである。強風が吹けば畑にまいた作物の種にかぶせた土が吹き飛ばされる。また畑には石ころだけが残り、農地を耕す際にはどこを掘り出しても石ばかりである。このような島の特徴から、人々はチェジュ島で農地を耕すのは魚の小骨を取り除くようだという。無数に掘り出される石ころは魚の小骨同然で、農地としては一切必要のないものだからだ。굵은 거부터 먼저 넣읍시다. 굵은 거부터. 여기 굵은 거 넣으세요.住民たちが石垣を積み上げている。島の住民にとって石は強風とともに農業の大きな障害物であった。しかし人々はその障害物を利用してもう一つの障害物をしのいできた。チェジュ島の石垣には数百年の歴史が刻み込まれている。13世紀高麗時代のウォンジョン王の時のチェジュ島の長だったキムグの記録には、石垣の長い歴史が記されている。島には水田がなく、小麦などを栽培する畑だけがあるが、その畑を牛や馬などの家畜が踏み歩くので、作物がまともに育つはずがない。また土地の豪族たちは貧しい農民たちの土地を奪い取るなど横暴な振る舞いをしていた。
そして貧しい農民たちは石垣を積み上げ、強風や家畜、豪族たちの横暴から自分たちの農地を守ったという。普通の大人の腰や胸元ぐらいまで積み上げられる石垣は横から見ると隙間が多い。積み上げる時にわざと隙間をたくさん作るのだ。そのため石垣が一見不格好に見えることもあるが、台風などが来ても崩れ落ちないのは隙間が風通しを良くしているからである。このような石垣は農地の境界線を示し、家畜の侵入を防いだりもするが、最も大きな役割はやはりチェジュ島の強い風を防ぐことにある。石垣が高く積み上げられるほどしっかり風を防ぎ、作物もよく育つ。風や石との戦いが繰り返されてきたチェジュ島での暮らし。しかしそのような環境の中から人間は隙間が多い石垣を積み上げるなど、厳しい環境を乗り越えるために素晴らしい知恵を発揮してきた。チェジュ島の石垣は墓を守ることもある。墓を囲んでいる石垣はサンタムという。サンタムは墓の区域を示す一方、牛や馬の侵入を防ぐために積み上げられたものだ。畑の周りに設けられた石垣がそこで生活をしている人々のために積み上げられたものだとすれば、サンタムは墓で永久の眠りについている屍のために積まれたものだ。チェジュ島の住民たちは昔から貧しい生活を余儀なくされていたせいか、墓を設けるにも風水地理説によってその場所を決めていた。したがって他の地域ではあまり見られないが、チェジュ島では田畑の真ん中に墓があるのをよく見かける。墓地になるところが田畑であろうが山奥であろうが、最高に良い場所を選んで先祖の墓を建てるのだ。またその墓の周辺をサンダムで囲むなど、先祖の墓を真心込めて建てるのが子孫にとって最も重要な役目である。チェジュ島の住民は石と共に生涯を送り、この世を去った後も石に囲まれる。チェジュ島と石とは離れることのできない宿命なのかもしれない。